どこだ？ああ、あの例のなんかニョキってなってるやつか。で、なんか出てるとこに。侵入経路は1本しかないから。まあ、どこに出るのがいい？王室前に出ようか。ポット、僕が寝てた間の状況報告。報告。先ほどアクセスした巨大構造物について機械生命体に由来すると考えられるが、詳細は不明。また構造物から射出された大型ユニットが数箇所にあることが判明している。大型ユニット。先ほど目的地としてマークされた物体、自称資源回収ユニットと予測。ユニットの目的は不明。 A2 は現在位置、生死ともに不明。分かった。その大型ユニットの位置をマーク。目的の提示、機械生命体の殲滅。ヨルハブ隊基地バンカーが破壊された現在、各部隊員に対する命令は留保されていると判断。推奨レジスタンス部隊への合流と命令系統の再確認。命令だからやるんじゃない、僕が決めたんだ。機械生命体は殲滅する。そして A2 を殺す。金物屋さんってまだいいのかな。あ、落としてるね。いるね、いるね。なんかすごい和風の音がする。それがしわさむね。なんだろう。うん。よしよし。強化。あ、マックス。あ、白もマックスなんだ。ふぃヒノキの棒。真珠が少ないね。40式。はい。うん。もう強くなったな。生まれして戦術やる。まだいってる。マックスか。おわ、強い、900。おお、強いね。ちょっとこの辺はよくわかんないんで、置いとこうかな。
不死鳥のきらめきってなんだろう。気になるのでマックスしておきます。エンジンブレードな。あ、エンジンブレードと剣扱いなんだ。強化してみる。勇者の印って何？あ、オーディのバッテリーがなくなった。シフトアボイドって何？あ、ボイドって、あ、はいはいはい。それにしても懐かしいな。なんか、なんか、なんか、ナイアスの剣が、え、ちょっと待って、ナイアス今何装備してるそれ。あ、なんか、どうすればいいんだろう。どこに行けばいいんだろう。あれ、ダッシュ、ダッシュ行こうか。ダッシュのやり方忘れるって。なんか、この、これ向こうに行けみたいな指示が出てるんですよね。降りましょうかね。どこに行けばいい？なんか、そこどこなんだろう。それは何？なんか強そう。すごい電子音なんだけど。何やすも攻撃が強くなってる。この上、そこどうやって行くんだったって、なんか行き方ありましたよね。この上か。危ない。そこですね。どうやって行くんだったっけ。な、アホ。ここで武器。エルファ機体、生き残ってたのか。ええ、僕は 9S。聞いたことが確か 9Z って呼ばれたモデルで、はい。よく生き延びたら僕は 4S。4号機は初期投入されたモデルです。ステラモデルに会えるとは思わなかったな。バンカーがあんなことになっちゃったから、こんなのしてる。敵についての情報収集。エルファ部隊はカメチャス、まだレジスタンスが生き残ってるからね。このモデルを置くうちは誰かに役に立つだけでね。もし敵の答え情報を持っていたら教えてくれない。して情報収集もいいですよ。今元のデータを渡します。情報収集部隊を受集。エネミーデータを渡した。うん、そうか、うん。僕の知り合い、やっぱり最近になってロボットたちに個体差が出始めているね。個体差は地域ごとに、その完全性を差し出ロボットのように、お礼しなくてからもらっておくよ。チタンゴチンいいですね。そういえば、何で点で測らせたの、いいですよ。そういう部下はもう他にもいませんが。そうか、悪いこと聞いたな。新しい、待って。はいはい、オッケーですよ。了解しました。以上かな。よし。じゃあ行きましょうかね。で、どこ行けばいいんだ。あ、そこか。はい。ちょっとわかんないけど。とりあえず外に出ようかな。ミスったー。早く行けば早かったのに。
危な。壊れたバッテリーいいね。大きなバッテリーがいい欲しい。回収に行ったってことは地球からなんかこうあれをまたいでてるんでしょうかね。であれをハッキングするって。霧が。報告。敵大型ユニットからの大量の蒸気発生を確認。蒸気。一体何のために。不明。危ない。こんにちは。資源回収ユニットです。防衛体制に入ります。水を吸い上げてる。もしかして地球にある資源っつったら水だろう。そこか。文字なんて書いてあるんだ。停止文字と呼ばれる旧時代の特殊な文字、肉の箱という文章。なんだそれ。しかし何やすの背中が光ってるのすごいかっこいいんだけど。レベル63だときついかな。ちょっと味できればよかったな。全体内部まで機械でできてるのか。報告。機械の機能とは関係ない無意味な部品を多数確認。そうした部品が使用されている理由は不明。やつらのやることに意味なんてない。下のなんか吸い上げてる。セーブ可能だ。セーブしよう。すいません、ちょっと外バイクが通ってるんでセーブ可能領域が微妙に被ってる。なんか出るよね。真ん中を突っ切る度胸はない。出てくるな。
エレベーターあった人だ。しかも俺の好きな曲流れてるし。これってあれ、なんとかの塔みたいな連続で戦っていくやつぽいな。めんどくさい。あ、こっちの方がめんどくさかった。戦うのめんどくさいと思った。ハッティングで逃げようと思ったらこっちの方がめんどくさかった。もう一回何を吸い上げてるんだろう。なんか壊された機械生命体の部品みたいなのをいっぱい吸い上げてるように見えるけど、アンドロイドも機械だよねっていう話だよね。やだー、それ嫌い。近くなってきた。おっ、あの自爆モデルって大きいのと小さいの2つあるんだ。なんかそれ試されてる感がするんだけど、なんかすごいそれで嫌なんだけど、すごく。どこまであんだこれ。いや、縦で通してもらえるわけない。迷路的な。特に何もない。何？うわ、めんどくさ。片っ端からハッティングでどうにかします。ああ、それにハッティングしちゃったか。うわー、よし。すごい作業芸な感じになってますけど、全部今までのなんか総括みたいな感じになってるけど、もしかしてそのこれに、うわー、多い。おい、何やす、また壊れるんだね。
じゃあ上参ります。お、一番上コアか。機械生命体の部品が推測、構造物自体の資材もしくは武器を製作するための資源。武器わ、強いこいつだ。あ、ちょっと一時対応してね。あれ、こいつそんな強いんだって。油断すんなよっと。エネルギー収束、近接射撃モード、最大出力 9S 発射。アクセスキー。殺せ殺せ俺を殺せ殺せ俺を殺せ、この卑怯者を殺せ殺せ。このシーン2ビートの対比だ。モニタリングする機械選択。9S。9S が会社に出てくる。その際、特定生命体のアクセス用認証機を入手した。ただ、心理状態の悪化が心配だ。特に10代の接触を避けなければならない。了解した。なるほど、そういうことか。2人ではお互い会わないように会わないようにしてるんだな。